ハンガンフォード橋は、ロンドンテムズ川に架かる橋で、ウェストミンスター橋、ウォータールー橋の間に存在する。鉄道用の鉄鋼製トラス橋は、チャリングクロス橋との別名を持つほか、現在は、鉄道用橋と共通の橋脚を用いた日本の歩行者用釣り橋であるゴールデンジュビリー橋も併設されている。橋の北端は、チャリングクロス駅で、また、 堤防布団やビクトリア堤防にもほど近い。橋を南へ渡ると、ウォータールー駅やロンドンカウンティホール、ロイヤルフェスティバルホール、ロンドンアイなどが近くに存在する。歩道橋には階段とエレベーターが設置されている。初代のハンガーフォード橋は、イザムバードキングダムブルネルによって設計され、1845年に吊り橋式歩道橋として完成した。橋の名前は、 市場と川の南岸をつなぐことから、テムズ川の北側にあった、ハンガー・フォード・マーケットから取られた。サウス・イースタン鉄道を新設された、チャリング・クロス駅まで延伸するため、初代の橋は1859年に買収された。鉄道会社は、元の吊り橋を、ジョン・ホークショーが設計し、連鉄の格子桁でできた旧スパンの橋へと掛け替え、1864年に開設した。 古い橋で使われていた鎖は、ブリストルのクリフトン吊り橋で再利用された。またレンガを積み上げて作られた古い橋のバットレスは、現在でもそのまま使用されている。ただしチャリングクロス側の一基は、1870年のビクトリア堤防建設により、当初の立地からやや川に近い場所へ移っている。南岸のバットレスには入り口、そしてブルネルが歩道橋につけた、 上気線不動からの階段が現在も残っている。鉄道橋の両側には後から歩道橋が付け加えられたが上流側の一本は後に線路の拡張に伴って取り外された。1951年のフェスティバル・オブ・ブリテン用に軍隊のベイリー橋が建てられた時には別の歩道橋が橋に付け加えられた。1980年には下流側の鉄道橋、 歩道橋の更新工事に伴い、仮設歩道橋が上流側に架けられた。ハンガーフォード橋は、ロンドンに3本しかないで歩道橋と鉄道橋が一体となった橋である。残りの2本は、フラム鉄道橋とバーンズ鉄道橋である。歩道橋は、次第に、細すぎ、荒れていて危険だと噂されるようになり、1999年には殺人事件まで起きた。 1990年代半ばには、鉄道橋の両側に、新しい構造の歩道橋を建てる決定がなされ、1996年には、新デザインの工房が行われた。ホークショーの設計した、鉄道橋を支える連鉄がもろく、川を走る船に当たりかねないという事実も、歩道橋の掛け替えを後押しした。 マーションネス号転覆沈没事故以来、水位部分はコンクリートで覆われるべきだとの共通認識も広がっていたが、橋の所有者であるレールトラックにはこの工事を行うだけの余裕がなかった。このため、ゴールデンジュビリー橋ではレールトラックに費用負担を強いることなくこの保護工事が行われた。新しい歩道橋の設計には建築家事務所、リーフシャツ、 デイビッドソン・サンディ・ランズと建築会社 WSP グループの案が採用された。日本の橋の詳細な設計はコンサルタント建築会社のギフォードが担当した。橋の建設は鉄道運行を止めることなく行う必要があり困難を極めた。ベイカール線のトンネルは川底からわずか数フィートの場所を通っており、 テムズ川に残る第二次世界大戦時の不発弾が爆発するリスクもあったのである。これに対し川底の大規模調査が行われたが、ロンドン地下鉄はこのリスクを受け入れようとせず、予備作業は2000年に中断した。また設計の見直しが行われ、北側で地下鉄線路の内側15メートルに入っていた支持構造は川底からビクトリア堤防の上へと移されることになった。 地下鉄付近の掘削は営業時間外に行われ、基礎工事は増担保として手掘りで行われた。ロンドン愛から見たハンガーフォード橋とゴールデンジュビリー橋。後ろに見えるのはウォータールー橋2本の新しい4メートル幅の歩道橋は2002年に完成した。橋は当初、ハンガーフォード歩道橋と名付けられる予定だったが、エリザベス2世の即位50周年にちなんで、 ゴールデンジュビリー橋と命名された。300メートルの長いデッキは、押し出し仮設工法と呼ばれる当時としては、革新的な方法でかけられ、300トンある250メートルの長いスチール製トラスを用い、50メートル一区画を川に向かって押し出す方法が取られた。この作業は各デッキが川にかかるまで5回繰り返され、スチールコンクリート製の仮設橋脚6本がこれを支えた。 また次の2週間には25トンのパイロン7機が据え付けられた。この導入後、デッキはパイロンから吊るされるケーブルにつなげるためにジャッキアップされた。コンクリート製のデッキは作業後に最終位置まで高さを下げて調整され、仮設の橋脚、支えはすべて外された。ハンガーフォード橋を渡る列車橋は複雑な構造をしている。 デッキは外側に傾いたパイロンによって日本語と支えられている。デッキはデッキステイズと呼ばれる細いスチール軸のファンから吊るされ、バックステイズと呼ばれる別の軸で固定されている。デッキステイズはデッキごとに180あり、4トル以上のケーブルが用いられている。パイロンの傾きがバックステイズを張力から守っている。デッキは 鉄道橋の支柱を巻くように取り付けられたスチール製の当て板で守られている。当て板自体は鉄道橋の支柱で支えられているのではなく、橋の基礎にロープで固定された軸に固定されている。このため全体の構造としては、パイロンと多数の軸、支柱にかかる張力を用いて現在の位置に立っていることになる。新しい橋はロイヤルファインアートコミッションが主催する。 ビルディング・オブ・ザ・イヤーで、2003年の専門家部門に輝いた。2004年には、インスティテューション・オブ・ストラクチュアル・エンジニアーズ賞のストラクチュアル・アチーブメント・アワードにノミネートされ、ライティング・デザインには、シビック・トラスト賞が与えられた。2014年には、ガーデン橋の建設計画が明らかにされた。この橋は、ウォータールー橋・ブラックフライヤーズ橋間に架けられ、 年間850万人が利用すると予測されており、ロンドンで最も通行量が多い歩道橋になる予定である。ありがとうございます。